皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室運営のバイブルのテーマは、既存顧客が離れるときに考えたいことについてお話をしたいと思います。リピートしてくださる、例えば馴染みの1年とかね、通ってくださる方が離れる時っていうのは、いろいろと事情と理由はあると思うんですよ。そこの教室で学べることがもう終わったからいいかっていうことで、卒業みたいな形でね、離れる場合と、あまり思わしくはないんでしょうけれども、何かクレーム的な要素があって、もうこの先生とは一緒にやっていけないみたいな、気が合わないっていうことで離れていくようなケース、その2ですね。で、ケース、その3とかですね、例えば価格改定とかですね、その技術と内容とかによって、あとその使っていくものとかが変わるとか、そういう切れ目で価格改定するような時ってあると思うんですよ、おそらく。で、その時に既存の生徒さんが離れていくことあると思います。で、この時にね、やっぱりショックを受けたり辛い思いをする先生とかも多かったり、よく相談とかもされるんですけれども、私の見解を言うとですね、結論から言うとですね、基本、長くはもちろん通っていただきたいんです。通っていただきたいんだけど、執着はしないっていうスタンスがいいかなと思います。大事にするっていうことと執着をするっていうのは別物です。大事にするっていうのはリスペクト、尊敬みたいな部分もあるんですけどね、執着っていうのは感情的な部分とか、あと粘着的な部分がね、どうしてもあるので、執着すると引き止めようとしちゃうんですよね。例えば私なんかの考えは、別に他の教室行ってたとしてもですよ、お金の大丈夫な範囲で自分のとこ来てくれればいいっていうふうに思ってるから、他の教室に行ってることで、あの人は他のとこ行っちゃってるわとか思ったことは特になくて、学びたいことを学びたいようにその人は渡り歩くっていう人もいるのでね、全然そのうちの1個の選択肢として選んでもらってれば、それでいいなっていうふうに思ってるので、まず基本執着をしないっていうことを考えてます。で、私がその価格に対してのその考え方を自分で、こうしようっていうのを決めるのに、一ついいことになったきっかけのエピソードを皆さんにね、お伝えしたいと思うんですけれども、そうですね、私の教室の場合にはコースレッスンだったので、そのコースが終わっている人で、新規募集の時に価格を上げるっていうのはそんなに難しいことじゃないんですよ。なぜならば、1回習ったクラスもう1回習う人っていうのは少ないから。で、前よりも高くなってても自分はもう終わっちゃってるしラッキーで、初めてサイトに訪れたり初めてその価格を見る人はそれが初めて見る価格なので、そんなに違和感がないはずなんですよね。だから、そうですね、年に4回ぐらい、年にしたら、違う、それじゃあボーリングをサボっちゃう、2年間で4回ぐらい値段を改定したようなレッスン、コースレッスンもあります。改定した理由っていうのは、最初がオープニングキャンペーン価格であったみたいな状態だったことと、私がスキルアップをしてきたので教えられる内容が充実してきたということと、それに伴って、材料ももうちょっといいのを使いたいかなって思う、原価がアップするような内容に変わってきたのでアップしたいなと思ったのと、あと認知度が高まってきて、望む人が増えてきたからっていうことで、アップしても大丈夫だなと思ってアップをするっていうのをやったんですね。で、ある時にですね、1年半ぐらい通ってきてくださった生徒さんがですね、次先生、次のクラスはどうなんですかって言って、次のクラスはこんなクラスになってて金額はこれぐらいで考えてますっていうふうに言ったら、その生徒さんにですね、ある一言を言われたんですよ。先生、パン教室でその値段とか言って、ありえないとか言われちゃって、その人はもともとはっきり言うタイプなので、ちょびっと傷つきましたけどね。そうなんだとか思って、ありえないっていうふうに言われた時に、この人にとってはありえないんだなっていうふうに私は理解できました。っていうのが、パン教室に払うお金なんてっていう言い方をしたんですよ。っていうことは、
般教室っていうカテゴリーにして、その人の価値観からすると高いのかもしれないですね。般教室に払いたい金額っていうのは決まってるようでしたから、なのでその人にとっての価値が価格を超えなかったっていうだけなんですね。で、私はその価格を自分なりきに必要な価格と思ってつけているし、パン教室のもちろん価値としても伝えているんだけれども、それ以上に違うものとかも総合で価値として伝えている部分とかもねありましたから、まあ、その金額は私なりきには妥当だろうっていうことで出してやっていたので、もちろんその方は離れていきましたけれども、新しく来る方は普通にその金額でサイトで見つけて普通に来て普通に喜んで帰っていってましたから、思ったのはですね、その価値に必要な人をちゃんと見つけるっていうことをしなくちゃいけないよなっていうのは思いました。だからパン教室に払えないっていうふうに決めてる方はそれで全然いいんですよ。だからその方はその金額に合った教室を探すっていうことになるだけなので、私は私のその教室の金額の価値に合ったものを認めてくれて喜んで来てくれる人を探そうっていうことをね、探すっていうことは当然その内容を理解できるようにサイトには書くんですけどね、そういうふうにねその時決まったのが、まあ、ちょっとした私の中でのイベントでしたね。ありえないって言われたのがありえないんだみたいな感じで、私の中ではありえるんだけどみたいなね。実際に自分習いに行く時にもっと高い金額払って習いに行ったりとかしてたんで、まあ、その価値を感じさせてあげられなくてすいませんっていうのは思いましたけれども、まあそれでその方は終わったりとかもしてましたけどもね。そんな経験もありました。だから価格に対してのブロックがある方、あとはリニューアルするときに値段を上げちゃって離れる生徒さんがいるから上げられないっていう方もいらっしゃるんですけど、ビジネスは収益が残らなければ続かないので、ある程度暴利を貪らない適正利益は残すような形で教室運営できないとダメなんですね。だからお友達価格がずっと続くとかそれはやっぱりありえないから、どこかで線引きをしなきゃいけない時が来ると思います。その時に私のこの話をちょっと思い出してみてください。必ずあなたの価値を見つけてくれて認めてくれて分かってくれる人はいる、まあ、探さなきゃいけないんですけどね。だからそれを分かってくれない人とはどこかで別れる時期が来るかもしれないっていうことで、そこを怖がってると前に進めないので、まあ、そこのねせめぎ合いをご自身の中できちんと線引きできるといいなと思って、そのヒントにしてもらえればと思います。それでは。